お口開けてください。口元美容香織です。今日はヨッシー先生が親知らずを抜きましたよ。どんな状態やったんかヨッシー先生に聞いてみよう。ヨッシー、はい、今日は親知らずを上と下2本まとめて、上と下まとめて抜きましたか、はい、やりますね。でまだ20歳の女の子だったんですけど、だんだん下の親知らずが頭出してきて、歯茎に物詰まってちょっと痛くなってきたっていうことで抜くことになったんですけど、親知らず横向いて生えてるんです。生える場所なかったらまっすぐ生えられへんから横になって埋まってしもたりすんねんな。もともとなんで親知らずっていうか知ってますみたいな。知ってますか。奥歯がまず6歳臼歯っていうのが一番最初に生えてくるんですけど、うん、その後ろに12歳臼歯っていうのが生えてきます、うん、でその後ろが親知らず、うん、もともと子供の歯は5本全部で20本しかないのよ、うん、そこに顔も大きなっていくやんか。だから追加されて後ろに生えていくんよ。それが6歳12歳親知らずで増えていくってことやんな。そうですね。で親知らずが生えてくるのが20前半にかけて生えてくるんですけど、人生50年と言われた昔は自分の子供の親知らずを見ずに亡くなる人が多かったのだろう。ほんで親知らずって言うんや。そうです。すごい先生18から、まあ、20ぐらいかけて、うん、でもうその時には両親と死別してることが多かったから、いや悲しいお話やんなこれ。昔の人は親知らずちゃんと生えてたと思うんですよ。けどやっぱり人間の今の現代文化あんまり肩山食べないじゃないですか。やっぱり顎が小さくなってるから、その親知らずも生えてくるスペースがきちんとないんですよ。縦には生えてこずに横に生えてる、うん、こうやって抜ければいいですよ普通に。けど前の歯に引っかかってて全然抜けないんで、頭の部分だけ切ったりしてもう大工事ですよ。上はどうでした。上はまあすんなり抜けたかなとは思います。はい、口腔外科さんとかだったら結構上と下一緒に抜くことあるので全然珍しくはないですけど、同じ側がしびれてるから反対で食べれるから両方のいっぺん抜いてくださいっていうよりも上と下で一緒に抜く方が後の生活がしやすいと思うので、今日はどっち？左上と下抜いてます。上と下抜きましたって、はい、見てください。
考えといてよ。しっかり考えて。大変だね。大変です。お疲れ様です。頭ちょろっとだけしか見えてないんで、歯茎を切ってめくるっていう、頭の部分とかがちゃんと見えるとね、そうです、抜きにくいもんね。見えないことには見えない、うんうん、まず、まあ、順番的に見える状態にするっていう作業がこの親知らず、下の親知らずでは必要になってきます。で、揺らしていくっていう、初めてそこで普通の歯を抜くっていう状態になるんで大変でした。お疲れ様です。はい、はい、こうやって皆さんも陽光に生えてる親知らずなんかは、食べ物詰まったりとか汚れが溜まっていったりとか、ええこと何にもあれへんから、ぜひ歯医者さんと相談して抜いてくださいよ。なんか言う。抜いてくださいよ。チャンネル登録。何チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために、私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。